昼過ぎに遊んでいた友人を車で駅まで見送って、さあ帰るかと車を発進させようかと思ったら、助手席の窓をコンコンと叩く女の人が、30代後半くらい、つい最近、このスレで駅まで遅れママと遭遇したママさんの話を思い出し、まさか、と思いつつ、鍵をロックした後、ウィンドウを少しだけ開けて、何ですか?と聞いたら、今日って超暑いよね?てか、暑すぎっしょ。悪いんだけどさ、私の家すぐそこだから乗せてくんない?セコケチママ、来た。私、誰ですか?この後用事があるんで無理です。セコママ、だから、すぐそこだって言ってんじゃん。私は、家に子供を待たせてるの。わかる?いい車乗ってるんだから、それくらいいいじゃん。何がいいのかさっぱりわかりませんが。今日はたまたま、仕事が休みの旦那のエスティマを借りただけ。私、これは旦那の車なので、窓ベタベタ触らないでくれますか?っての後、汚いんですけど。セコママ、だから、とりあえず開けてってば。荷物重いんだから。もう、どう言い返しても無駄だと思い、ロックを解除。ニヤッとして、セコママがドアを開けたところで、わざとらしいくらい、スーッと息を吸い。帰れ、ゴラー。乗せねえっつってんだろ、ゴラー。てか、お前誰だゴラー。少しは遠慮せいや、ゴラー。しまいにゃ、警察呼ぶぞゴラー。とあえてゆっくり、でかい声で叫んでやりました。どこかで、遠慮という単語を使おうと思ってたのですが、こんな形になりました。セコママは小さく、ひっ、と声を上げて、わ、わかったわよ。と扉をバンと閉めて、なぜか駅内まで逆戻り。ちなみに、ドアを開けた状態で叫んだので、周りの人たちに丸聞こえ。一斉にじろじろ見られましたが、近所じゃないので無問題。むしろ、警察呼ぶぞ、という発言のおかげで、セコママに怪訝そうな顔を向ける人ばかりでした。私は、黙っていると、おとなしそうに見えるタイプらしく。今日は、久しぶりに会う友達と遊ぶ予定だったので、少しお嬢さんっぽい格好をしていたから、強く言えば丸め込めるとでも思ったのでしょうか。かなりドキュンっぽくなりましたが、なんとか撃退できたので10日。